東予境は、三重県津市の阿の川に架か,かる国道23号の橋である。朝夕を中心に渋滞が発生する。この橋より北側を京北地区、南側を橋内地区と呼ぶ。最初の橋は、江戸時代に土橋として架けられ、10から15年周期で架け替えられていた。1878年に板橋となる。急遽は1934年12月に、 国道の経路変更によって、コンクリート製、延長90.3メートル、福音18メートルの橋として架橋され、翌1935年にあの大川の拡幅により橋も延長された。現在の橋は1992年に架け替えられたが、架け替え前の欄干は、戦災の傷跡を残す津市内では、数少ない文化財であり、架け替えに際し一部が移設保存された。 北側の県庁前交差点を過ぎ、北側からアプローチの坂を登ると、右側遠くに三重県警察本部が見え、左側にあの小川が見える。南詰め交差点以南は、福音50メートルの8車線道路になる。急遽は、河口岸線の欄干2945年6月26日と7月24日の空襲で無数の弾痕がつき、爆撃の凄まじさを刻んでいた。 東予橋が架け替えられる際、市民の間から欄干の保存運動が起き、橋の南西部、三重県市町村会館前に一部が移設された。横には説明板も設置され、現存する数少ない寿司の戦争遺跡として保存されている。ありがとうございます。